ジルソン社製、マルチチャンネル化変容量、マイクロピペット。この状態ではチップを付けた4チャンネルで同時に注液操作ができる。マイクロピペットは、理化学実験で使用される2種類の機器のいずれかを意味する故障である。日本で、マイクロピペットと称される、微量体積計は、JIS 規格での正式故障は、プッシュボタン式液体用微量体積計である。詳細は、 ピペットを参照ピペットは少量の液体の体積を正確に計量し分注する器具でマイクロピペットの場合は1 μ l から 1000mL の容量の製品が主であり 1mL 以上はマクロピペットと呼ばれる。マイクロピペットはウィスコンシンインベンション社が開発した製品で発明者はウォーレン・ジルソン及びウィスコンシン大マディソン校の生科学教授であるヘンリー・ラーディである。 マイクロピペットのメーカーを次に示す、エパンドーフ、ハミルトン、ライニン、ドラモンド、ブランテック、オックスフォード、ハーシュマン、バイハイト、ラブネット、ニチリオジルソン、コーニング、ビスタラブ、サーモ、ジェンコンズガラスマイクロピペットを使った、細胞操作ガラスマイクロピペットプラー装置を使って、引き伸ばされた顕微鏡サンプルを直接操作のために使用する、ピペットを、 ガラスマイクロピペットと称する。日本においては単にキャピラリーないしはキャピラリー電極と称される場合もある。例えばマイクロインジェクションやパッチクランプ電極にガラスマイクロピペットは使用される。ガラスマイクロピペットは専用装置を使って方形酸ガラス、アルミの計算ガラスないしは石英ガラス製のいろいろな規格やサイズのガラス管から作成される。それらは 実験目的に合わせて様々な特徴を持つように作成される。プラー装置のオリジナルの一つとして、フレーミング、ブラウン型プラーが著名である。ジスケ 097A プッシュボタン式液体用、微量体積計による。ジス規格では、マイクロピペットと称した場合は、牛乳用、マイクロピペットを指す。ザ・マイケロピペットストーリー形状としては、パスツールピペットに似るが、 先端の再管ははるかに細い。ありがとうございます。